はい、皆さんおはようございます。おはようございます。今朝神さんがポンデケージを食べたいということで、これを思いつきで作るという。私がてん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 。そう、普通さ、朝何かこう食べたいって作り出す人ってなかなかいないと思うぞ。だってその気持ちを大切にしたいじゃない、自分から湧き上がってきた感情を。大切ね、そう、湧き上がった、その自分に正直に自分に正直に生きる。そしてそうやって年取っていく。わかるけど、そして時間が刻一刻となくなってるけど、こっちも刻一刻とひゅっ焼けてきております。すっごいいい匂いがする。朝ごはんしよう。うわー、ポンデケージ朝から幸せや。俺もうプツプツいってるもん、これたまんないっす。おー、うまそうや。いいよ。はい、来ました。はい、では いただきましょう。ポンデケージで毎回言うけども暑いからね。はい、せーの、はい、いただきます。うちよかったね、今日ね。明日だったら君食べれなかったよ。うん、これからしばらく2泊3日のあれに行きます。うん、お、本当に暑くない？うん、あるよ。本当、あ、ほどよ。こんな感じです。いや、暑いよね。今俺が暑いと思うよ。いただきます。あ、2種類なの？1個だけ違う、2つ違う。おいしい。これなんでこうサクッ餅ってなるの？これ餅はでんぷんだからかもね。もちもちだね。もちもちのサクサクで食べたらカリッていうね。いつもありがとうございます。はいはい、たくさん料理してね。アフイ。もう賞味何分ぐらい作れるのこれ？はい、いきなりですか。うん、ちゃんと材料とか揃えてたら10分とか15、まあ15分ぐらいじゃない？そんなもん、あと焼くだけ。早っ。どうやってやろうかなとか、いくつ作ろうかなってなると考えるの時間かかるけど。すごいね、決まると早いよね。作り方の動画ってあげてたっけ？まあ、私が作るとは。ありがとうございました。